レナード・スラットキンレナード・スラットキンは、ユダヤ系アメリカ人指揮者。ロサンゼルスの音楽家の家庭に生まれる。父は、指揮者、バイオリニスト、ハリウッド弦楽四重相談創設者のフェリックス・スラットキン。母は、同四重相談チェリストのエレノ・アーラーである。インディアナ大学とロサンゼルス私立大学に学んだ後、ジュリアード音楽院にて、ジャンポール・モレルに指揮法を学ぶ。 1966年に指揮者デビューを果たし、1968年にセントルイス交響楽団の指揮者女子となる。1977年によりニューオーリンズフィルハーモニー還元楽団の指揮者となった。あと、1979年にセントルイス交響楽団に音楽監督として復帰。演奏水準を引き上げ、オーケストラの知名度を大幅に向上させた。 1996年より、ワシントン DC のナショナル交響楽団に移籍。2000年から2001年シーズンからは、BBC 交響楽団出席指揮者にも任命された。就任者年度のシーズン最後を飾る、プロムスラストナイトが2001年9月11日の、同時多発テロ事件にぶつかる不運を乗り越えて、精力的に活動したが、BBC との関係が悪化し2004年9月11日の、 第110回プロムス最終夜をもって辞任した。ナショナル公共楽団については2007年から2008年シーズンをもって辞任し、2008年から2009年のシーズンからはデトロイト公共楽団の音楽監督に就任した。2011年から2012年シーズンからリヨン国立管弦楽団の音楽監督に就任。スラットキンのレパートリーは幅広く、 とりわけ20世紀アメリカ合衆国の音楽の擁護者として知られる。バーンスタインの公共曲全3曲などがある。また、イギリス音楽も得意とする。ボックスレーベルへのラフマニノフ還元楽曲全集、公共曲全集は、通りの間で、極めて評価が高い。作曲もしており、エドガー・アーラン・ポーの詩によるナレーター付き還元楽曲、渡りガラスという作品がある。 セントルイス教時代に地元カージナルスがワールドシリーズ出場を果たした際、試合の途中経過を定期演奏会の聴衆に頻繁に実況中継したという、ありがとうございます。